金山城は、現在の兵庫県丹波笹山市にあたる丹波国滝郡と、同県丹波市にあたる、兵場郡の境にあった、日本のお城、明智光秀により築城された、丹波笹山市指定史跡。天正6年9月、織田信長家臣、明智光秀は、旗の修士の籠もる八条城,城への攻撃を開始したが、その際、黒井城の赤石と、 畑の修士との連携阻止を図って、滝軍、ひかみ軍の軍境に、金山城を築いた。丹波市によると、同年9月頃から築城が始まったという。同年11月には完成していたとみられ、その頃、明智光秀の指示で、小畑栄春が見回りに来ている。金山城は、標高540メートル、飛行300メートルの山頂にあり、この地からは、 敵方の八条城、黒井城、貢献城を一望することができた。また、西の柏原から来る街道を城内に引き込んでおり、そこで通行人の監視をしていた可能性が考えられる。光秀による丹波攻略は天正7年9月頃に完了したが、同年10月に築城した、貝原新城を光秀は自ら破却して、その建造物を、 金山城に移したといい、これによれば丹波攻略のために築かれた金山城がそれ以後も使われたということになる。城跡は1982年2月24日に丹波笹山市指定史跡に指定された。ありがとうございます。